で、もう一つが、分解の再投資、好循環ということになります。で、これは、まあ、それこそ、なんていうんですかね、観光って何か素晴らしいものを見に行くものだと思うんですね。見に行ったり感じに行くものだと思います。逆に言えば、何にもない場所に行っても、まあ、何もない場所というのは厳密にはないんですけど、もう本当に、なんというか、ただ、なんていうんですかね、こう、住宅街に行ってもこう感じられるものってそんなになかったりするじゃないですか。そういった意味で言うと、やはり文化だったりとか自然だったり、その地域ならではのようなものがある場所に多くの方は観光に行くと思います。それは誰それさんみたいな、直接誰それさん、有名なこの人に会いに行くとかも含めて、この地域にしかないものに会いに行くのがやっぱり観光だと思うんですね。で、その大切な文化たちが、まあ、あるおかげで観光ができると思うんですけど、その逆に言うと、観光を続けた結果、もともとの大切な文化や自然が損なわれるっていうのはあってはならないと思うんですよ。だからオーバーツーリズムみたいなもので、結局地域住民が住めなくなって出ていくってあってはならないと思うんですね。で、オーバーツーリズムって言われたら皆さんふんふんってうなずいていただけるんですけど、もうちょっと踏み込ませていただきたいです。それはちゃんとお金まで巡るっていうことにこだわっていきたいと思っています。結構この業界というか文化財のようなものを大切にされている方々って、さっきの価値が伝わったとか興味を持ってもらえたっていうだけで結構喜んでくださる方が多くて、ああもういいよいいよ、タダで案内するよって言って全部タダにしてしまったりとか、あ使いたいならいいよって言っておおらかというか優しいがゆえにしてしまうと思うんですけど、それって全然悪いことじゃないし、それを全て否定するわけじゃないんですけど、結局持続性があるかどうかっていうのがどうしてもやっぱりお金って関わってくると思うんですね。なのでやっぱりこうお金をもらうことって悪いことだみたいになりがちなんですけれども、でも文化財を守るために寄付したいって言われたら別に悪い気はしないと思うんですね。それと同じだと思うんです。この場所を楽しませてもらったからお金を払わせてもらうっていうのは感覚としては全然ある話だと思いますし、皆さんが思うほど観光客の方々がそういうものに対してお金を払うのは悪い気はしないって思っていただいた方がいいと思います。で、まあ、分かりやすい例で言うと棚田って、まあ、棚田歴史的な景観というか古き良き里山の景観としてよく名前が出るようなものだと思うんですけれども、棚田って、まあ、本当にこう見てあ素晴らしいなって思われたり、わざわざ車でそんな場所まで行って見下ろしてあ素敵だって言うんですけど、どれだけ皆さんが感動したとしても棚田の農家さんに1円もお金が入らないんですよね。写真家にはお金が入るかもしれない、ツアー会社さんにはお金が入るかもしれない、でも一番その価値の源泉である棚田の農家さんにはお金が入らないんですよ。それってなんか おかしくないですかというかそれじゃ続けていけないですよね。だって棚田って手でやらなきゃいけないところがたくさんあるから平屋の農家さんよりも大変なんですよ。で、実際お米のクオリティっていう意味でもなかなかいいクオリティに仕切ることができない。そうなったらただビジネス農業という意味で言ったら負けちゃうと思うんですね。でもその景観を楽しみにしている人からするとそこの農家さんがもう限界だからやめるって言ったらなんでやめるんだって言ったりするんですよ。で慌てて行政が補助金をつけてなんていうか棚田交付金って言ってこうお金をバーってつけたりするんですけど、でもお金をつけてもらってもしんどいものは変わらないし、じゃあ来年もつくかどうか分かりませんって言われたら続けていけないんですよね。文化財と同じことが本当に起きてると思うんですけど、じゃあ棚田に価値がないのかって言ったらあると思うんです。で、価値に感じている観光の方々がいるんです。じゃあ価値に感じた人たちがちゃんとありがとうの気持ちを込めてお金を回していける仕組みが必要だと思うんです。そんな仕組み作りをしていきたいというのが文化観光の思いになります。なのでただ人に知ってもらえてよかったよかったではなくて、文化財はもう本当に未来永劫100年先その先も残していくものだと思うんですが、まあ、そこの仕組みをちゃんと今から作っていきたい、そんな思いが文化観光には込められております。で、まあ、この大事な2点に関して、まあ、進めていくにあたってやっぱりただじゃあ文化財をそのまま見てください、見て価値感じてって言われてもなかなか難しいと思うんですよね。
結構文化財の担当の方々と飲みに行かせていただいたりすると、もうすごい乱々としたお話をしてくださったりするんですよ。それこそお城に行った時に、もう僕は休日を使ってでもお城に行くって言ってるような人がいらっしゃったりして、その人からしたら何の説明もなくてもすごく楽しめると思うんですね。あ、これすごいなみたいな話とか、石垣見てこれ多分 東堂高とか、いや誰だろうみたいな話とかで想像して、で自分で調べてとかできたら勝手に楽しめる人もいると思います。ただそれって詳しい人なんですよね。ある一定のラインを超えた人じゃないと楽しめない。ただ新たに来る人からしたら難しいんですよ。で観光客は大体の場合新たに来る人です。なので専門的知見も少ないし、海外の方はもっと知らないです。そうなれば相手にとって分かりやすくする必要があります。それが価値転換というふうに書かせていただいてるんですけど、ただこれ見てくださいいいでしょうではなくて、伝わる形にしていくっていう、例えばそれにビジネスの要素を入れるとかアートの要素を入れる、そういうふうにすると価値が伝わりやすくなります。この事例を後ほどご説明させていただきます。で、今言っていた還元再投資というものを、図にするとこちらになります。さっき林さんが投影した内容とほぼ同じなんですけれども、文化観光というのは特に書くとこんな感じになります。まず一番上にやっぱ文化なんですよね。私たちが大切にしている文化がある。これが全ての源泉です。これなくして観光も経済もない。で、この文化をただ保存するだけではなくて、ちゃんと生かしていく、価値を伝えられる形にする、ちゃんと説明する。で、そうすると相手に価値が伝わる。観光の中で、で、なるほど素敵だと思っていただく、心が動く。で、そうなった時にそれに対してありがとうの気持ちを込めてお金を払っていただく。で、その払ったお金が棚田さんみたいにありがとうって言ってツアー会社さんにお金を払ってそのまま帰ってこないではなくて、ちゃんと農家さんにまで届く、ちゃんと還元されるということを、デザインしていきたい。それが文化観光の好循環というものになります。はい、ここまでが概念のお話ですね。もうちょっとだけちょっと施策についてもご説明させていただきたいんですが、話すペース大丈夫そうですか？早いですか？大丈夫ですか？大丈夫。ちょっと暑い中なので集中力がなかなか持ちきれないところもあるかもしれませんが、ぜひお付き合いいただければ嬉しく思います。なんていうんですかね、文化財というふうに、実際に使おうというふうになった時にいろんな使い方があるんだよっていうことはまずお伝えしたいです。そのなんていうか、例えば何でもかんでも宿にしなきゃいけないとか、何でもかんでも博物館にしなきゃいけないとか、何でもかんでもカフェにしなきゃいけないっていうわけじゃないんですよね。なのでいろんな使い方があるよ。で、それで私のこの場所にとってはどんな使い方が一番いいんだろうかっていうのをいくつかある選択肢の中から選んでいってほしいと思っています。で、それはそれこそ今熊本城さんの、活用についてずっとご相談に乗っていまして、熊本城ってこれからあと30年かけて540億円かかるんですね。540億円かけて復興するんですよ。それは石垣を直すのが本当に大変だからなんですけど、540億って文化庁って年間いくらか知ってますか？年間いくら予算を持ってるか知ってますか？1000億円なんですよ。だから540億を熊本に使ったらすからかになっちゃうんですよね。本当は増やしたいんですよ。増やしたいんですけど、もうどんどん減らされてる状態なんですが、で、文化財は増えていくじゃないですか、これからも。で、一回文化財にしたらずっと守っていきたいから手放さないってなったら、どう考えてもお金が足りないんですね。なので、ちゃんと、例えば熊本城で言えば入場料をちゃんと上げていくとか、海外の方々には、多言語の対応する分ちゃんとお金をいただくっていう、入場料の改定のご提案だったりとか、ちゃんと寄付をサグラダ・ファミリアみたいにもらいましょうというお話をしていたりとか、あとは、お城貸し切りでの、体験提供とかを夜で1時間で50万円とか100万円とかで、させていただこうとか、なんかそんな話を、いくつかさせていただいてたりします。で、ついついなんていうかこう、目立つようなものをやりがちなんですけれども、こうやって全体のバランスを見て、作っていくことが大切だと思ってます。このあたりはまた個別相談の中などでもご相談乗れるかと思います。で、高付加価値っていうふうに先ほどもお話があったと思うんですが、なぜ高付加価値が大切かという話を少しさせていただきます。で、もともと観光という言葉が文化財の方々が結構あんまり得意じゃない理由っていうのが、観光といったらバスに40人ぐらいが詰め込まれて
バーンと来てザーッと見て去っていくみたい なんかそういうこうなんか団体様ご一行みたいなイメージが結構多いんですよね。そうなると、でもなんというか、例えばこの皆さんのこのがこの文化財の持ち主だったら、あの突然40人がバーってやってきて写真バシャバシャバシャって撮って10分で出ていくっていうのをされるとあんまり嬉しくないっておっしゃるんですよ。だったらもっと大事にしてくれる2人とかが、同じ40人来るなら2人がちょっとずつちょっとずつ来てくれた方がよっぽど嬉しいっておっしゃったりするんですよね。なので逆に言うと今そっちの方に、コロナのおかげで、観光というものがそちらに切り替わってきています。今までは観光業界はあの売上を上げるためには、売上ってシンプルに言えばその単価かける人数だと思うんですね。例えば500円のものが10人に売れたら5000円の売り上げですみたいな話だったと思うんですよ。だから売り上げを上げたかったら30人連れてくるんじゃなくて40人連れてきた方が儲かるんですよ。だから40人50人60人100人みたいな形でどん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 人を呼ぼうっていう風になっていました。そうなると、じゃあバスに詰め込んでできるだけ短い時間でいっぱい回そうみたいになってしまって、なんか皆さんのあまり好きじゃない観光みたいになりがちだったのかもしれない。それが好きな方は全然いいんですけどね、ご自身が参加するのも嫌いじゃなかったら全然いいんですけれども、結構保護側というか大切にしてる人からなんていうかネガティブに思われがちだったのが今までの観光だと思います。なんですが、まあコロナのおかげで結構人が集うということ、すし詰めにされるとかに本当にこう苦手意識を持った方が多くなったと思います。でそんなことしない方が幸せじゃないっていうふうに結構みんな一斉にしかも全世界的に同時に気づけたんですね。だから、人数を増やせなくなってきたんですよ。一度にまとめてすし詰めで40人とか、じゃあここに100人とかができなくなってきてしまった。そうなると売上を上げるためには単価かける人数なので単価を上げるしかないんですね。だから1人当たり今まで100円でいいよって言ったところが、100円で10人だったところが、1000円で1人の方に切り替わろうとしていたりします。でこれは文化財側からしたらめちゃめちゃ追い風だと思うんです。だって文化財ってそこにしかない価値があるから文化財なので、唯一無二の可能性が出せる場所だと思うんですね。であればより素晴らしい体験に昇華高めることができると思うので、なんというかいい方向だし、高付加価値化を目指していくというのは文化財にとってはなんていうか相性のいい方向だと思っています。でそんな高付加価値化みたいなものをなんか文化庁だったりとか山口県が支援している理由なんですけど、これビジネスの難易度っていうと難しいことをしようとしているからなんですね。なんていうかこれ安族の成長マトリックスっていうんですけど、カレー屋さんだと思ってください。皆さんが定食屋さんのカレー屋さんを営んでいますと。で近くに大学があって大学生がいつも来てくれるんですね。で一番簡単な、明日じゃあどんな商品を売ろうかってなった時に、明日大学生にカレーを売るって一番楽だと思うんですよ。だって昨日も来てくれてたし今日も来るだろう、だから今日も売れる、これ一番やりやすいと思うんですね。で次にちょっと難しいのが、大学生に、かき氷を売る。せっかく来てくれてカレー食べて汗だくになってるから、かき氷もよかったら食べてみないって言って、なんか普段なら400円だけど200円にするから食べてみって言ったらちょっと売れる気がすると思うんですよ。そんなのが、ちょっとだけ難しい。ただカレーを売るよりもちょっとだけ難しい。でもう一個難しいのが、こう例えば大学生向けに作っているんだけど、じゃあ今度なんかこう、オフィスで働かれている方、例えば女性でもいいんですけど、女性が女友達同士で来てくれるような場所にする、ちょっとだけ難しそうじゃないですか。なんかこう大学生がたまのしてる場所に何というか行くかって言われたらちょっと難しそう。でも頑張ればできなくないかもしれない。で一番難しいのは、今来ていないその女性グループに対してかき氷を売るってことなんですよ。カレー屋さんで、だって皆さんこう検索したらカレー屋って思ってる場所でまずかき氷売ってるって思わないじゃないですか。でしかも普段行き慣れてない人からしたらほぼ買いに行くことってないと思うんですね。だからこの女性グループにかき氷を売るっていうのが一番難しいですよ。この新しい顧客に新しい商品を売るっていうのが一番難しい。で一番簡単な既存商品を既存の顧客に売ること、次に難しいのが、既存のお客様に新規の商品、既存のお客、商品を新しいお客様に。で高付加価値って要はこれやろうとしてると思うんですね。今まで海外から来られてる方々って全然いなかったのに、その方に売りたいって言っていて、かつ今までは見学ツアーしかやってなかったけど、せっかくならVIPな体験をしようって言ってるんで難しいんですよ。
難しいから、民間だけでやるとちょっとリスクが高いかもしれないから、行政が、支援に入らせていただいております。まあ、なので、そういう、高付加価値といいますか、そういったものを、ご提供させていただいております。